パパ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 。待ちに待った休日、どうででもしたいな。けれど結局家で考え事ばかり。なんとなく過ぎる日々、流れる空虚な時間、ちょっと一息もため息に変わってく。信じてたことに終わりが来たとしても、自分だけはごまかさずに前を見て、時が経てばどんな苦い思い出も体突き刺すような痛い経験も、コーヒーのようにいつかきっと飲み込める日が来るさ。はい、皆様こんにちは。9月1日火曜日、火曜日はこの時間はスティールアートステーションでお楽しみください。パーソナリティの大木翔子とアシスタントの金城忍です。よろしくお願いします。1週間ぶり1週間ぶりでございます。ちょっと1週間に1回しかやらんからね。一応1週間ぶりということで、ね、はい、1週間ぶりですね。しのぶ、今日から9月、はい、ね、早いですね。気づいたら9月ですよ、ね、あと3ヶ月で終わって、9、10、11、12、あ、4ヶ月か。え、今年もあと4ヶ月ですよ。本当に怖いね、怖いね。そう考えると怖いね。本当にお盆も終わったばっかりだし、あ、そういえばお盆も忙しかったんじゃないですか。大丈夫ですね。お盆も忙しかったです。やっぱりあの、うん、うち仏壇があるので、うん、ね、あの買い物係と、はい、で、やっぱりもうお盆の日は女性はやっぱり忙しいですよね。仏壇あるんですけどね、はい、私は2カ所行ったり来たりしてましたね。仏壇あって、またいろいろ実家にも行って、茶壇から昼夜昼まで作って、今度那覇に行ってとかですね。忙しいですよね、はいはい、女性はどうしてもやっぱり忙しいじゃないですか、お盆は、ね。まあ、でも最近男性も忙しいみたい、ね、男性もの方もいらっしゃるみたいです。はい、えらいですね。なんか昔はなんか男性はなんかお家で座ってるイメージがあったんですけどね。最近はまた逆パターンもあるかもしれないね。増えてきてるんですね。そういうのもね。先週はですか、街はなんかまたいろいろあったみたいですよね。そうですね、まあ、先週は、まあ、とりあえずあのやっぱりウークイ前なので、はい、まあ、公設市場もやっぱり久々に地元の客が、うん、はい、あのいっぱい来ててですね、はい、やっぱりあのなんていうの、私この時期のやっぱりとか旧正前とかですね、やっぱ沖縄独特のものが売ってたり間違う中ではするのでね、早漏飯っていうか何ですかね、お箸だってね、はい、お箸のやつとかってなんだろう、あのちっちゃい頃は分からないで見てたけど、はい、買い物し始めて初めて、あ、これはこれに使うものなんだ。で、ウージも、あ、なんでウージがこの時期になったらいっぱい売ってるのかなとかっていう、なんかそれを見るのがすごい楽しかったりするんですけど、今はほら、はい、もちろん大型スーパーもいっぱいあるんだけど、はい、そういう時ってさ、町側じゃないと、あの、なんだろう、違うよね。町側で売ってる肉もそうだし、そうですね、肉もなんかやっぱり、この時はやっぱり那覇の町側に来て買い物するっていう方やっぱり多いですね。もう餅はこっちじゃなきゃいけないとかね。はい、餅は、そうそうそう、ね、まあ、一応町側に来たら全部揃うっていうのもあるみたいですね。はい、内カビから何やらもう線香から全部ね、まあ、最近でもスーパーでもほとんど揃っちゃったりするみたいですけれど、ね、ね、でもまあね、いろんな意味でそういうのをきっかけでもなんか町側に皆さんどんどん行ってほしいですよね。そうですね、なんか雰囲気、そういった雰囲気というかをなんか味わえるのもこの、時期ならではだと思うので、はい、ぜひ来てもらえればと思ってますけども。でもね、私は嬉しかったの、はい、お盆の時にちょうどウークイの日にですね、はい、あのテレビで、うん、秋放送さんのテレビでね、小太郎さんのね、やってました、主演してる別れの煙ってやってたんですよ。あれ40年前なんですよ。すっごい、40年前だったんですかあれ。40年前まだ見てない、あの録画はしてるんですけど、うん、
まだ見てないんですよね、私。40年前なんですけど、はい、その前にね、玉木節子先生からも電話があってね、あれ実は演出とかされたのは節子先生のご主人なんですよ。そう山田さんって言ってたね。山田さん、そうだから節子先生がねこうやるから見てねとかっておっしゃって、一番最初にもうすぐ連絡あったんですよ。だからあの時代に40年前にああいうロケ、野外ロケとかね、なんかすごいすごいですね、うん、ちょろっとだけ見た、はい、CM やってたので見たんですけど、結構セットというか、はいね、本格的ですし、本格的にやってましたね。細かいところまですごい、やっぱそうなんですね、いろんな意味でね。だからもう皆さんがね若くてね、はい、まあ、みんな当たり前だけど40年前だからね、はい、もうそういう、でも時代背景がほらほとんど戦争のものとか多いんだけど、うん、そうじゃなくてそのもっと前の沖縄の昭和の初期のその本当にそういう果たしてね歩いてるような、卵1個食べるのも大変だったんだよって時代のものっていうのを実際こうやってくれたから、多分だから初めてこうそういうのでやっぱり皆さん触れる方もね多かったんじゃないかなと思いますね。で Facebook にも上げたんですけど、やっぱかなり反響すごくて、で県外の方からも見たいとかって結構あったんだけど、これ県外でやってないじゃないですか。そうですよね、まあ、琉球放送そうですよね。だからなんかね私もフェイスブックでね、まあもね書いたんですけどね、うん、まあ、今のほら私もお笑いも好きだしさ、はい、ね、なんかラブストーリーも大好きだし、はい、だけどでもって書いたのね、うん、でももっと内側のこういうものを内側の役者の方たちが出てやるね、そういうのもちょっと私はやってほしいかやってほしいかなじゃない、やってほしいって書いたんですけどね、うん、やってくださいですね、本当ね、もちろんね、もっと見たいですね。基本的にはもう舞台とか直接見に行ってほしいし、ただね、うん、言われたのがね、やはりそういう好きだった方たちが結構高齢になってきて、はいはい、お家にずっとやっぱり誰かが一緒じゃないとやっぱり出れないとかね、はい、あと中には施設の方にいらっしゃるって方も結構多いんですよ、うん、そういった方からするとなんかみんなで見るみたい、なんかみんなで施設で、うん、そういう時ってのテレビをつけて見るみたいなんですね、はい、うん、だからぜひねそういうね機会にもう40年前のものを見てもすごいもう私はなんか新鮮だったから、どん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 そういうのっていうのはねこれからやってほしいかなって。また沖縄でね、まあ、まあ、昔のもっとまた掘り起こしてもらうのもすごく大切ですし、はい、またそれをまた今の役者さんね、たくさん沖縄に、ね、内田芝の役者さんいっぱいいるじゃないですか、はいはい、またそういった新しい方たちにもまた新しい、そう、ね、だから逆にね、今ねそのそうそうコメントとかでね、うん、実際この今ね若手で頑張ってる人たちもね、うん、コメント書いてましたよ、泣きました、感動しましたって書いてました。だから逆にそういった方たちが本当にもちろん生まれるずっとずっとずっと前のことなんだけど、うん、そういうのもやっぱ今ってほら映像とかで見れるから、うん、ぜひそういうのもね触れてほしいなって思います ね1年に1編ぐらいなんか作ってくれないかね、本当にね今日多分ねユーストリーム今発信されてますよね、はいはい、で YouTube も見れるから世界中ね、はいはいはい、今日出てる方がねやってくれそうな私は期待があるんですよ。今日のゲストですね、うん、今日のゲストの方がそうそう、はい、いつもはねだいたいほら15分ぐらいね、うん、私たちユンタクしてるけどさもう今日早くさもういいと思います、はい、ねえ、いいと思います。今日ちょっとゲストさん、はい、ヘッドホンしないと多分聞けないと思う登場曲はいいんですか、登場曲ちょっと後でね後でじゃあ今日のゲストですね自己紹介でお願いします。はい、さ、はい、何急でおられる急でしょ、びっくりするでしょ、はい、自己紹介お願いします。うちの足場のトメ吉明でございます。イエーイ、よろしくお願いします。トメさん今ちょっと言ってたよ ね、はい、ちょっと油断してたでしょ。何新しいそのね1年に1回ぐらいねこれいくらでも僕がやりますのでこれ募集です。これ募集今ラジオ聞いてる方はわからないけどねなんか丸って言ってるから ね、はい、まあ、トメ吉明さん、はい、まあはどういう方なんでしょう。これ多分 ね私もよく知ってるんだけどさ、私もよくわからないです知りたいんです。ぜひいろんなことやってますからね、はい、いろんなことやってますけど多分一番わかりやすいのは、はい、うちの足場の役者ですよっていうのがありますかね、はい、その他にジュリーの歌歌ってますよとか、はい、徳原西部の歌歌ってますよとかいろいろありますけどもね、はいはい、踊りやったり、はいはい、今ね、映画残波のジュリーじゃないですよ、ジュリーです。あ、ジュリーこれ沢田健一のジュリーですか。そうです、そうです、そうです。沢田健一
もう私の中ではね、沖縄のジュリーなんですよ、東部吉明さん。はい、誰が何と言おうと沖縄のジュリーなんです。まあ国吉源氏さんもね、ジュリーと言われてるらしいんですけども、まあ根拠はよくわからないんですけども、大御所の方がそうおっしゃってるので、あまり僕は反抗はしてませんけれども。たちが決めちゃえばいいからね。嘘ですよね、はい。まあ、この話も後で聞きたいんですけど、ね、なんでジュリーなのかっていうのも聞きたいところなんですけど、まあ、逆に私は結構知ってるけど、はい、ね、前からそうですね、知りたいってことでいろいろ質問、はい、まあ、なんでこの世界というか、まあ、入ったきっかけというか、はい、それからまず聞かせていただける。ちょうどね、この間の新報に載ってたのにも大体ありますけれども、はいはいはい、ちょっと新報大きく載ってたんだよね。一発目はまず自分の父ちゃんが三線屋をやってたというのがまずそもそものきっかけになりまして、そうなんですね。三線屋の、まあ、ご主人の息子として生まれたところからスタートしてるんじゃないかと、はい、やっぱりじゃあ、まあ、いつも聞いてたような、そう周りでもう三線点々点するから影響を受けて、はい、で父ちゃんも、まあ、三線作るってことは弾くわけだし、で、まあ、多分 村芝居的なものだと思うんですけど、はい、踊りもやってたんですよ。でちょこちょこっとした余興とかで踊ったりするのも父ちゃんの見てて真似してから、はい、何また親戚だのなんだのの前で勝手に踊ったりとかはしてたはず、うん、っていうのからじゃあ本格的にっていうので竜武道場の門を叩きましてですね、はい、まあ、まずは竜武から始まって、それから芸大行って組み手習って、はい、でうちの芝居またやるようになって、それから三線も習うようになって、でこの間から琴もやるようになって、でもいろいろですよ。すごい。あ、じゃあもう最初は踊りから、まあ、踊りからっていうか、うん、一番最初そうですね、踊りですね。一応竜武っていう竜武で、はいはいはい、始まって、でそれも沖国出てから県立また入り直してるんですか、これ。そうか、書いてるんだこっちで、はい、こっちで書いてる。かかったわけよ。たまたままたタイミングよくは。なんでよ。沖国4年で、そう、就職三島ならんしがやってなるさみな、うん、なりますね。はい。ところが、なんじやっさーってのもあったときに。なんじやっさー、そこか。そこですか。で、県立芸大、こんなに、竜武とか、三線とか、組み腕をやる大学ができますよってなったから、あ、ちょうどこの、3月か4月だったっけ。一期生？そうそうそう。あ、これいいやっさー、やってみようかなっていうのね。ちょっときっかけになったんですよね。すごい、1期生になるってことですか。一応入ったのはね、あ、これラジオで卒業はしてませんからね、これ学歴差そうって言われたら怒られるけど、本当に、あ、そうなんだ、ごめんなさい。3年やってやめました。あ、でも一応でも県立大にでも1期で入って、はい、でそこで組踊り、そうなんですよ、習って、うん、入るのは入ったんからね、間違いないです、まあまあ、間違いない、一応ちゃんと、まあ、そうか、ちゃんと大学3年で中退したって書いてます。クソ生意気だったからやめました。なるほど、別にいいやと。まあ、はい、はい。でもそのままでも結局、まあ、組踊りもやって、まあ、芸能をやめたわけではないですけど、ね、でもないっていうことですよね。はいはい、うちの芝居はこれはどんなきっかけで。うちの芝居も芸大行った時に、はい、まあ、有名な高木良秀先生とかに声かけられましてですね。あの時はもううちの芝居の役者さんがですね、もうご高齢で、はい、分かってもう育てないといけないよっていう時代だったので。もう全然セリフも言えない、演技もできないペーペーの時に、はい、いい役をいっぱいおかげさまでさせてもらいましてですね、鍛えてもらったっていうのありますね、うん、今の若手の皆さんが全然うまいんだけど、もう僕らはやる人がいないから、若手がもう、はい、トーメドレ、はい、トーメドレ、はいってこう、特に踊りやってる何男性舞踊家を引っ張り込めばいいだろうみたいな感じで、何名か、はい、玉城正義さん、太田森さんとか、坂本敏彦さんとか、引っ張られてよくやってましたね、一緒。なる、まあ、それがきっかけ。じゃあもともとは沖縄うちの芝居やってな、まあ、やってなかったというか、まあ、竜武とかはやってて、そう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 、でもまあ自然とその世界に入っていったら、ちょっと芝居、はいはい、やりだして、でまた小木先生のもまあ実験劇場でちょっとなんだろう、現代風なのもがほとんど多いではあるんだけど、はい、その後から、北村三郎さんだとか大城光子さんだとか、はい、いわゆるうちの芝居の先生方にも、はい、引っ張られていって、はい、その伝統的な方のうちの芝居の方もやるようになって、あは、これうむさっさ。でまた周りに高宮城さんの人とか、はいはい、千夏剛とか、はい、大体この年の近い、まあそうです、気の合うのか合わないのか分からない仲間がいたので3人で楽しくやつって感じですね。仲いいのか悪いのか。そうそうそう、名前ね、上がった人たち、耐震座にも ね、そうそうそう、あ、そうですよね。私小太郎さん亡くなってからもうほら21年あ、そうですね、はい、要は私のでも静子さんが座長になってからの記憶はずっと遠目いるんですよ、私。あ、長いですよね、耐震座に。まあ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 、まあ、僕はだから実仁と剛は先に耐震行って、はいはい、で、はい、見てた覚えはあったんですよね、こう
で、うん、あ、いいなと思ってて、だから僕大木美小太郎とは共演は残念ながら大進ではやってなくて、はい、その後入った形になってやってたっていうのはありますね。静子さんとはやってない。三年人さんとか、はい、剛さんなんかはもちろん、はい、もう長い長い小太郎さんとからいるから分かるんですよ、はい、そうそう、だからあの富田めぐみさんもそうですよ。小太郎さんの時で、ね、本当に小太郎さんが亡くなってちょっとしてからやっぱり大進でいろいろ出てもらったりとか。そうなんですね。そうそう、だからもう静子さんの時には私はいつも遠目がね、ちょっとしてもずっといるのかなっていう感じであって、またあのそれから岡部さんまでよく出させてもらってますよ。まだ静子さんも好きだったから私今も今日は気がついたことがある。ええ何ですか本当に今日気がついた。えあのね、はい、静子さんね、大木美静子さん、はい、イケメンが好きなんですよ俺かでその中でも大木美静子さんもそうなんだけど、あの私のおばあちゃんね、はい、2人揃って本当にジュリーファンだった。今気がついた。だから沖縄の沢田研二となんかそういう匂いがあったのかもしれない ね。別に俺静子さんの前でジュリーが言った覚えもないんだけど、静子さんもおばあちゃんも二人ともジュリーファンだったから、いつもジュリーが出たらなんかテレビとか見てましたよ、別に公言をしてたわけじゃないけど、でも遠目さんから何か醸し出す何かがあったのかしら、もうスマップの中ではキムタクじゃなくてカトリー好きだった。あ、そうなんだ。本当に逆に今考えたら90も今、ね、来たら8だけども、あの結構イケメン風が好きなんだけど、カトリーも好きだったし、だからちょっとあの考えたらその香りがね、香りが、雰囲気と、ただまあイケメンだからいいって言うんじゃなくて、やっぱり結構ね、ハートの部分もなんかね良かったんでしょうね。だから透明透明はよく言ってました、じゃあ、きっかけとしてはじゃあ先にさ、まあ、サネとかやってて見てて、あ、いいなっていうのから、はいはいはい、じゃあお声がかかって、はいはい、一緒に出ることにもなってって、あ、嬉しいみたいな感じで、じゃあ、でも遠目さんはもう知れば知るほど、はい、この人なすごいと思います。これからどうなっていくのかなっていうことをしてる日々なんか、もうさっきも言ったようにことやってたりとかって、なんかことはでも去年ぐらいから、ね、やっぱりいつも何か新しいものに挑戦チャレンジというかしてる感じなんですかね。ですかね、興味が出るというか、なんちゅうか、だからもちろんことが演奏が必要だったら、ことの先生にお願いして弾いてもらえばその場面は埋まるわけじゃないですか、はい、だけど、あ、どういう風に音出てるのかな、どんな表現ができるのかなって自分で多少でもやっとくと、試してみたい、そうそう、注文もしやすいだろうし、っていうのからやってみたいっていうのでやり出しましたね、一応ね、まあ、そういうのもあって、なんかいろんなものに手出していくみたいな、なっていくんだ結局は、感じなんですかね、関係するものは。なるほど、だから何やってるかわからないみたいなでも逆に言えば、若いけど、いろんなことやってることは昔の、本当にその昔々の先輩方ですよね。だから小太郎さんの時代なんか、今みたいに舞台監督もいなければさ、全部自分でしょ。そう、全部自分、袖でほらね、衣装からも全部何でも、自由でもみんな自分でしょ。だってそれって、だから正雄八木さんが言うのは、昔はそれが当たり前だったから、今は逆に贅沢すぎて、みんなポジションが あるっていうのいいかもしれないけど、ね、ある意味自分から見たらちょっとかわいそうだなって。でもトムさんの場合はそれでまた興味持って、ことがか、じゃあちょっと自分もやってみようかなっていうのでやっちゃうから。え、三振も弾きますよね一応、はい、太鼓もまあそこそこ。あ、これもだから高宮城実人大先生がいい例なわけで人もだからその昔ながらさね、お父さんにあれせいこれせいで道具やら衣装やらセリフやらで楽器も太鼓も三振も空調もっていう感じで、まあ多分本人も嫌じゃなかった、好きだはずだからやってたんだろうし、あ、こうやってある程度いろんなのがあった上でベースがあって、ドンってこう何役者として上に立ってやってるんだろうなっていうのがあったんで、はい、ちょっと見習うつもりで。今なんかある意味行こうと思えばどこでも何々教室とかってことになるけどね、昔は本当に先輩方がね、いろんな形で本当にこうそばにいて教えてくれるっていうのもすごいですよね。で、私ね、さっきからね、沖縄のジュリーってそのなんかいきさつも聞きたいですね。実はあれ、でも最初にやったのあれ何年前ですか。13年って書いてましたっけね。13年って書いてますね、はい、2年前です。2年前で、国立劇場でですね、国立劇場からスタート。最初はキジムナーフェスタでやりました。そうなんだ。で、そこでカジャデフ、あれ声は愛は、愛はっていうお芝居があって、これは
富吉役さんの作、はい、演出、はい、主演一人芝居なんですよ。へで私それをその前からそう噂聞いてて、でまたあのまあその時間経ってまた国立でやるっていうので見に行ったんですよ。はい、衝撃的でした。どういうふうに衝撃になったんでしょうかね。知りたいな。ナイスタイルだと思いますけどね。ナイスタイル、うんうん、もう普通の人が考えられない演出だったんですね。じゃあ演出だと考えられない。へ、でもあのあれって、まあ、どこまで話していいか分からない。トムさん、はい、まあまあ別にネタバレは構わないですけど、うん、内容的にどういうの、まあ、カジャディフってほら今でも結婚式の時にやる。そうです、幕開けですよ ね、うん、もうお祝いのもうなんだろう定番みたいな、うん、ですね、はい、だけどもそのお祝いのものである踊りである歌であるカジャディフを実は複雑な気持ちで悲しく踊る男もいたりしたら面白いかなというところから、発想して行って、なるほど、でまあ、好きな女がいたんだけどもなんともたもたしてる間に自分の先輩っていうかと結婚することになって、カジャディフってなって、でも俺はあ君のお祝いを何祝福するよみたいなので、その先輩への恩もあるから、うん、とってもお世話になってる、うん、その先輩のこのお祝いでもあるし、うん、好きな女のお祝いでもあるし、うん、踊ろうぜってやってんだけど、うん、心の中は泣いてるみたい な、背中は悲しい的な、そうが映画カサブランカのストーリーと重なったので、ちょこっとまたあれからネタも引っ張ってきたりとかしてですね、あいつ逃げた方がいいよってこうね、そうそう飛行機のチケットあげてやらすハンフリーボガーとハンフリーボガ ー、 もうボギ ー、 ボギーそうだから逆に言えば多分逆パターンで、あのトーメさんのその舞台見てえって語って、そこからもしかしたら映画カサブランカ見る人もいるし、逆にそこからまたジュリーのカサブランカダンディの曲を聴いて、でジュリー自体もあの曲があれだもんね、あのそうそうそう映画カサブランカのことをしてる。あ、そっか、ボーギーボーギーですもんね。あんたの時代はよかった。でね、もうそれをね、あの劇中でね、あれ言っていいのかな、まあもう、はい、劇中でね歌うっていう噂はあったのよ、うん、あのジュリーの歌をね、うん、カサブランカ、うん、歌うって言っても大体はちょこっととか、うん、なんかちょっとあのうちの口にしてからかなって思ってたんだけども、うんうんうん、本当にあのバックのあれは音はドラムとかじゃないよ、うん、普通のあのうちのあの自由亭の三振とかでやって、うん、あのそのままジュリーの曲歌って、だからうちの楽器でやるってのも一応またね、面白いですね。彼らも大変だったはずだけど、はい、三振とパッ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 パあれウイスキーなのかな、なんかね、うん、ウイスキーですね、携帯ボトル、ね、携帯ボトルで、はい、よくなほらジュリーがほらバーってスワーってね吹き出して、ね、まさかそれやらんだろうなと思ったけどさ、はいはい、なんか腰に何かやってるわけよ、友達さんがね、何もいい携帯のね酒のボトルがあるじゃないですか。ダチビンっていうね、ダチビンっていうね、はい、ありますね。ダチビンを持って本当にやったのよ。でもなんかね、最後まで見てて、でもちゃんとね、透明よしあきのそのあの茶化してるんじゃなくて、ちゃんとした、うん、あのカジャデ風の愛話になってたんですよ。すごい。だって最後泣けるよ。ダチビン腰にやっても泣けるよ。そんなチャランポランな感じでやってるのに泣けるんですか。でもだからこれが多分あの伝統的なうちの足場も泣き笑いとか言葉劇なんか操作でも、うん、ポン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 出てくるさ、うん、その手法なのかなと思いました。笑いもありながらでももうひどいさ、コタロウ劇本当にわーはーしながら泣かしたりとか泣いてるんだけど、もう変なことやってから笑わすとかね。すごいからよ。でも逆にだからさっき言ったみたいに、それってコタロウ劇でも何十年前から67年ね、大戦でもっと前からでしょ、はい、だから逆に今そういうのもあってもおかしくないっていう、おかしくないんですよ。だってその何十年前からやってるんだもん、うん、はあの反発されながらコタロウさんもね、はい。ある意味、ね、うん、でも実際ちゃんと最初から最後見ると、あの要はその今言ったカジャデフ、うん、お祝いだったら必ずみんな踊るじゃないですか。そうですね、カジャデフ、うん、踊りねしてない人までそれはみんな、はいはい、親戚とか、ね、そう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 、習いに行って、ね、踊らないといけないみたいなね。でそれってあの結婚式のほらね、あの新郎新婦に対するお祝いじゃない、はい、でも
深いんですよ、この中での。で2回踊るんですよね、風邪で、まあまあ、なんだけども踊り手のその心とかそういうのでここまであの同じあれでも泣かせるのかなって。で最初だからね、最初のまあこう言えないんだけどさ、最初のオープニングとかあって、まさかやっていう部分もあってさ大丈夫や見とめと思って、で今度ほら内容的にでもちゃんと方言でねやって、でジュリーの歌歌でしょ、はい、ダチビ持ってるさね大丈夫や見とか思うんだけどさ、最後にもう見事に泣きました。へー、うん、これまた再演はないんですか。今のところ予定は未定ですので、どなたかスポンサーにお願いしますからどうぞこれ、はい、スポンサーね、これね、よろしくお願いしますでも本当に見たいでしょ。見たいですね、はい、何分ぐらいの、はい、これは規定があって60分で収めるんだったかな、うん、50分55分ぐらいじゃなかったかな。でも、ね、1時間ぐらいで、うん、まあ、一人芝居であればなんか、はいはいはい、どっかでやってもらいたいですね。そうだから中途半端なのはこれ一本だと興行として成立が短すぎて、またそういうことだ。だから二本立てるとなると、だから、また俺みたいな人がもう一人ぐらいいたらこう二本立てでね、一、うんうん、人芝居二本とかでできる。一人で2時間やったら多分死にそうだからここでね、ちょっとだけ、ちょっとだけね、この曲をねお届けしたいと思うんでね、ちょっとね、あの皆さんお聴きください。いいね。吸えばそれで何もいることはない。嬉しい頃のピアノのメロディ、苦しい顔で聞かないふりして、男と女は流れのままにパントマイムを演じていた。膝で
久々ですね、ジュリーの、ね、沖縄のジュリーが目の前に一瞬あの闘病したけどって今帰ったのは伊沢田健二の、なんかだからあの見たいでしょ、ね、これをね三振とこととそうあの音楽もだからすごいと思います本当によくやりましたよね、うんうん、あのもちろんお芝居もらね今回そのお芝居面白いんだけど、はい、そのあの自由亭のそのねその地方の方のそういったのもやっぱり私は聞いてほしいなね面白いですねそこら辺もまただからうちな楽器の可能性じゃないんだけど、うんはい、ちゃんとそんな古典とか民謡だけじゃないで内容、うん、あんないフレットないからいくらでも音作れるからやろうとすればあおじいさんたちが怒られるなまた、うん、あのやらないだけの話で何でもできるんだけどやろうとしないから若い人たちがいろいろやろうとしたらいくらでもできると思うのであの楽器は、はい、でもどんどんそういうのってなんかやってほしいよねねえでも本当に可能性とねなんかわかんないけど、ね、ありがとうございますとかいろんな、まあ、観光の方多いから手振ってそうですね今日も、はい、観光客の人が見ていただいてますねあの今度ねまたねトンベさんなんかいろいろやってるんですけど、はい、なんかまたあるみたいですあそうだ、はい、この話も聞きたいですね、まあ、そのね一人芝居からの流れにもなってくるんですけれども、はい、一応今度は琉球講談と音楽の会ということでほうまあ琉球講談うちなぐちのお話大会ですわとまあ琉球講談ってのは大体音楽入ってきますので古典音楽がというものをやろうということで9月の6日の日曜日今度の日曜ですけどもね、沖縄市の芸能館で夜7時からやりますお、はい、っていうのを企画してますこれはもうトミさんがはいこれはもう企画しゃべりははいはい私プロデュースですので全部すべてそうですね演出からはい抜きん課金はい、すごいね何でもやるんですね本当にねだからねやらんといけないみたいだから中身的にはどういった内容の、ですね、はい、まあ3部構成で、はい、まず一発目が琉球講談の地盤 A 型そして2部に琉球古典女子楽団海内の皆さんで荘厳美麗という音楽コーナ ー、そして琉球語り絵巻祝いの水というのの3部構成となっておりましてまあ最初と最後の地盤 A 型、はい、祝いの水はそれぞれも私が一人で委託して物語を進めていくやつでそれぞれ地盤 A 型は重点に歌三振女ひろしさんこと、はい、前田沙耶香さんがいて、はい、で、岩湯の水の方には海内の皆さんが、はい、重邸として配置いただいたということです、はいはい、これ私琉球講談って聞いたことないんですけどまあ漫談っていうか何だろう講談ってのは分かるなんか普通山手でもあるみたいだけどこんななんかいろいろあるみたいで怪談とかもあるみたいで、ああはい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 、そういう語り物の語りっていうことですね。そう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 。だけど多分こんな三振入れたりするのは多分琉球独特じゃないかなと思うけど。これなんか正座してみたいな感じですか。あ本当にもう正座して。時はなんちゃらなんちゃらみたいな感じだ。源氏なんとかが源頼朝。いやいやいいさ。多分ね。よくわからんけど。これのなんか琉球版みたいな感じ。バージョンみたいな。時はなんとかみたいな。みたいなみたいな。まあちょっとあのジャンルは違うけどあの人もそうですよね。あのいつも怖い話する方もね。蜷川。あじゃあの人もあんな感じ。あまあそうですね。じゃあ違うけどね。お話っていう点で。お話ね。これって実は。ですね、はい、この背景として出てくる何だろう、はい、明治維新の時に沖縄あ琉球がその中国につくか、ね、大和につくか、うん、日本につくかっていう対立があったっていうのは多分、はい、あの本当の話ですよね。そうですね。この物語この物語だったりとしてはそれぞれの娘と息子が許嫁だったのにその、はい親同士の対立のおかげで引き裂かれてしまうというのはその子供たちが、メインに描かれてる話なんですけどね、まあ、だからそういう対立のおかげでなんか子供たちが迷惑被ったみたいなちょっと悲劇のお話でございますけども、ちょうど首里城明け渡しのとか、はいはいはい、ですよね、似たようなセリフ出てきますね。チャウチナーやチャスがチャスがってねずっともう、ね、このような引きずってますけれども、はい、でもその時もね本当に大和がいいのか、ね、どこあの他国がいいのかとかってあるけど今となってあれだけどその時って本当にそれぞれがみんなあの信念を持ってるんで、どれが正しいってことはないよね。琉球を良くするためにはこんながいいってそれぞれが思ってね、ね、悪くするためにって思ってないからね、うん、みんなね誰もそうですよね、うんうん、多分ねこれねこのあの役その今背景あったんですけど、はい、
多分これってあの牧師校中さんと小太郎さんがやってますよね。お芝居で。ああ、明け私の方ね。歩き明け。あのそうそう、まさにそのジュアン A 方と神が A 方の、うん、はい、はいはい。それは小太郎さんと校中さんがやってます。ビデオで見ましたよ。あそこいい場面だ、うん。あのだからすごい今となっては本当にあのすごいこの2人のこのその中での対立じゃないけど、この本当これですよね、うん。娘がいるんだけども結局それであの息子の娘のあの稲漬けは逆に反あの反対派っていうかこっちがいいんじゃないかとかってそういう中でやっぱり陰で泣いてる人がいる。だから私今これ話した時にやっぱり校中さん先生と小太郎さんのもうあの背景がすごい今出てきましたね。それを今回あのトメさんがじゃあ一人で、まあ、語りの語りと、まあ、一人芝居でもないのでもうずっと座りっぱなしでや、ね、はい、りますけども、セリフの魅力ということ、まあ一応あのシマクトゥバの日も9月18日ありますし、はい、なんか聞くところによるとシマクトゥバ月間というのが9月らしいので、あそれでウチナーグチの、まあ、シマクトゥバね、みんな注目されてますので、はい、その表現というかうんに挑戦しようかなというのもありまして語り物を今回やることになってます。でもすごいですね、なかなか語りだけっていうのは非常に難しいというか見せ方的にですね、多分ね簡単じゃないですよ、そうそうそうですよね、それになんか挑戦しようというまたこれ、トーメさんなんていうのかな、男気というかチャレンジャーだからこのジワン A 方の方はこれも古い作品で本当に大本、平良翔さんというね名人の方が、はい、実演この人も自分で書いて自分で実演をしてた方らしいんですけど、講談といえば、はい、平トゥがいいと言われたそうで、口をとんがらかせてトゥがいいなってこうやって喋るからそういうあだ名だったらしいんですけどの、もうほぼ 100% うちなうちのこっちは語りをやって、はい、後ろの祝いの水の方は私が書きまして、はいはい、ああそう、おこれは日本語も結構交えてますし、はい、韓流スターだったり、韓流スター、リフォームだったりなんかいろんななんか素敵な現代ネタが入ってきてますのでこれは結構楽しめると思いますので、あのですね、そう、トーメさんはさっき言ったジュリーの話もしたんだけど、はい、前のつい最近ね、やったね、はい、まあ、ライブハウスモッツでやっ、はい、モッツでもやったんですよね、はい、その時に、ある方を見た時にそう多分そのタイトルかなんかであれと思うのがあれボンジョビが入ってますよね、はい、またこのボンジョビのものがちょっとなんか入ってたりするんですよもうウチナームーン、ヤマトムーン、アメリカ もう全部だからキッチャカマンチャカみたいなやって基本的に全部沖縄にしちゃう、ある意味すごいっていうことそれだけ知ってるんですよ、すごくないですか、すごいですねボンジョビまで出てきてからねボンジョビあれはまあちょうどここ茶壇ですけど、茶壇申しってね、あ茶壇申し、はい、名人がいるじゃないですか、その、はい、美人で歌がうまくてっていう人、女性に恋をする男の話で、でバッドメディシンの歌詞、俺英語わからんけど、和訳見てみるとそういう、はい、お前の愛はあの悪い薬みたいだっていうことで、要はその盲信に惚れても悪い薬になったみたいな、その男を表現したいのと、うん、海内の皆さんの、ライブだったんで、うん、海内にもう悪い薬に当たったのにファンの皆さんにも惚れてほしいなって思いもいろいろ込めてこのバッドメディシンに全部凝縮させたんですよね、すごいね、面白いですね。トーメさんでもいろいろプロデュースもしてるんですよね。まあまあ、ね、はい、自分の、はい、この海内も海内にのこのなんだっけ、琉球古典女子楽団、これはたまたまですね、はい、まあ、ちょうど、まあ、さっき島言葉の日もありましたけども、はい、僕入れてその4人で、はい、うちなー芝居勉強会みたいなのをやってたんですよ、はいはいはい、で最初はそこがスタートで、うちなー芝居、あーうちなー愚痴の、はい、勉強してたグループの3人が一人がライブがあるんだけどって、あじゃあ私伴奏しようか、琴やろうか声やろうかってなって出たのがスタートで、それが海内になったんですか。後からそうそう、グループとしてやることになったんですよね。まあだからもともと気の合う3人仲間ではあったんでしょうけど、でもその中にトミさんもいた、まあ、一緒に今うちなうちを勉強してたというか、はいはいはい、そんなので仲良くというか、そう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 、そっからの流れですね。で実はね今日ね、あのトメさんからなんか、ぜひ、ね、皆さんあの、うん、メールいただきたいと思うんですよ。ああそうです、あのなんかね素敵なプレゼントがあるって、ごめんなさい、あるって風の便りに聞いたけどどんなんですかね、はい、今日はですねこの9月6日の琉球講談と音楽の会のチケットをですね、はい、ペアでですねプレゼントしようと思います。ウェーイ、やったー、ぜひ取れるという方は、はい、某前頭エイサーと同じ日なので
大変大変ではありますけれども、沖縄ね、ね、はい、沖縄市はね、そうなんです。9月6日の日曜日の夜7時からですね。はい、沖縄市です。夜7時から、はい、沖縄、これは どこなんですか、場所とか。中野町のですね、はい、交番があるところ分かりますか、ね、分かります。図書館とか、はいはい、博物館があるあのビルの4階なんですけどもね、はい、よく中野町飲み歩く人はよく分かるんじゃないかたまに交番もお世話になってるかもしれませんしはい、ちょっと広場みたいなのがあって、公園が、ね、はい、公園がありますよね。そう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 、の後ろか後ろの方っていうかですよね。はい、で多分前頭エーサーのお客さんで周りの駐車場もいっぱいすると思うので、あー、そうか、厳しいですね。歩いてきてくださいよ、もうごめんなさい。バスを？ってもらうか。バスらしいです。もうあそこあの辺までずっとグラウンド結構離れてるから大丈夫と思ったんで、昨日電話があって、もうこの辺駐車場全部いっぱいしますよって言われて、そうなんですね、やばいみたいですね。文化センター自体は駐車場ないんだ。あるけど、あそこもエーサーの人が止めるって。エーサーの人、エーサーの人は見に行ったらいいのよね、そのままね。そうそう、昼間見てから夜見に来るとかね、こっちは ね、マジですか。だからね、どんどんね、それあのペアでね、チケットプレゼントとか、ね、はい、ぜひあのメールね、いただけ、はい、いただいて、今メール来てるんですかね。はい、来ましたよ。はい、はい、どなたでしょうか。はい、しょうこさん、しのぶさん、ゲストのとめさん、こんにちは。とめさん、先日はありがとうございました。何でしょう。しょうこさん、しのぶさん、とめさんの面白いトークとても楽しみにしています。ラジオ千葉リオ、ラジオネームてっちゃん。てっちゃん、てっちゃん今日も来てるね、まありがとう、ありがとうございます。そうだ、こないだたっちゃんのラジオに、そうなんです、だですよね、とめさんが出たっていうことで、うん、てっちゃんはね、本当にね、解禁賞あって、もう本当に準レギュラーだよね、本当にね、ライトのね、はい、はい、で、すごい、ぜひね、あのメールいただければね、そういう形でまた、うん、ね、ペアでありますので、はい、ぜひどんどんメールいただければと思います。はい、お願いします。ぜひぜひ、あと、まあ、他にもまたメール、はいはいはい、どんどん、ね、お待ちしてますので、はい、ぜひ今あの聞いてらっしゃる方、ぜひ、はい、あのメールアドレス、ね、FM、あ、もう一回言いましょうか、ね、あの未来のシティラットステーションでもいいですし、あと、はい、メールアドレス、はい、こちらのですね、はい、スティライトの、アドレスが、CITY、まあ、シティですね、はい、CITLIGHTS ライト、シティライト、数字で9、792、FM2 ライの792ですね、のアットマーク gmail.com、シティライト792アットマーク gmail、 こちらまでですね、メール、いただければ、はい、このもれなくですね、9月6日に行われる、この琉球講談と音楽の会のですね、はい、チケット、はい、ペアで、それもペアですよね、はいはい、もらえるということなんで、ぜひ、ペアいない人でも誰かね、捕まえてから、これでそこでペアになれるかもしれない、ね、はい、そう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 、きっかけでね、これがきっかけで、うん、これ見に行かないっていうので、もうなんかね、遠目さんのこれからね、楽しみだよね、いろいろね、しのぶも何かお願いしたら、遠目さんと出会ったら何かあるかもよ。ね、おいては子に従いますから、ね、でもこの方は自分でいつも T シャツ屋って言うんですけど、もうね、自分で言わないけどすごい人ですよね。こっちにプロですか。あ、まあ、だってさ、もともとほら某ね、あるね、はい、あるアクターズ、アクターズ、某1期生、まあ、そう、1期生ですよ、ね、はい、アムロちゃんの中の先輩でもあるし、はいはいはい、で、私最近知ったのが、なんと天皇陛下の前で、うん、あ、一応私実は両部やってたんですよ。両部やってたんですって、この人。あらら、私あの新より沖縄タイムス系だけど、あ、俺も舞踊はタイムス系ですよ。あ、そうですか、はい、まあ、私は新より流のマジキの吉子先生、あらら、まあ、大城和子先生っていう先生のところで、はい、はい、めっちゃ大城光子先生ともつながってるじゃないですか。あ、そうなんですか、はいはいはい、マジっすか、そうそうそう、そこでなんか、はい、どれぐらい前になんか踊った。私は実は最初3歳ぐらいから、最初宮里敏子先生、はい、のところでやってて、まあ、ちょうど、ね、町岡の中に敏子先生の琉舞道場があったんで、うん、そこ行ってたんですけど、で途中から間地木田先生が平和通りの婦人部の皆様に琉舞を教えてて、うん、はい、その時に作ってくれたのがパーランクっていう、はい、今もやってるパーランク、そうです、はい、あの時なんですよね、多分うちの母ちゃんが平和通りやってる時なんですけど、まあ、そういったのでちょっとやっぱりね、手が綺麗っていうので、まあ、うちの母ちゃんが行き始めたので、なんかそしたら私もそこにっていうか行ったのがきっかけで、結構まあ可愛がられてたというか、あららら、はい、10歳11歳ぐらいまでですか、はい、でもちょっとアクターズが入ってちょっとやめちゃったんですけれど、まあ、そうなので、まあ、一応まあ琉舞も嫌いじゃないというか、まあね、好きだったので、でももうずっと離れてるので、
ねえ、一回やっとけばそんなんね。でも離れてるのでっていうけど、去年ぐらいまたいろんなねダンスのイベント出てましたよね。ダンス、まあ、これはまた ね、あの趣味でや、趣味でぐらいで。すごいすごい、はい。これはですよ、あの、はい、リュウブもやって、はい、そういうまあ洋舞というか、はい、あうちのじゃないので今ほら千葉なさゆりなんかも、そう、まあ、ジャンルの違う洋舞だかもしれないけど、創作ダンスの方彼女やってるから、はい、リュウブの振り付けとか多分そっからのこういっぱい表現も出てくるはず。誰がも他の舞踊家ができない手出してくるから、そういう可能性もありますね。なるほど。だってそれってあの勉強したからじゃなくてもその方がやってきたことが全部入ってるんだもんね。そうだ、千葉さゆりさんもそうですよね。いろいろ読谷で有名ですよ。読谷高校の時に彼女あのダンスクラブで多分とキャプテンかな優勝してるんですよね。あーすごい。だからもうそういうのもあって今度またあのリュウブもだから全部イメージがねそういうのができてるから、だからリュウ、じゃあ自分のだから関係一番関係するのはリュウブではあるんだけども、はい、リュウブ以外のもののダンスをやってる人と関わるといろんな手が出てくる。これ自分の師匠もそうなんですよ。日舞もインド舞踊もあの先生やってたらしい。だから結構創作はうちの師匠もあの評価あるのはその辺のなんかやっぱり出てくるんだろうかなっていうのを感じますね。インド舞踊そうちょっと習っただからちっちゃい時リュウブの合間に。へでもそれっていいと思いますよね。逆にね、逆にアクセントというか、うんね、そういうのでまた新しいのを手入れるっていうか、そうそうそう、やっぱ東南アジア系の踊りって舞踊とかって私も嫌いじゃないんですけれど、うん、やっぱりちょっとなんか似てたり、はいはいはい、似てる手とかですよ ね、音とか手のやり方とか似てるところもあったりするので、だってインドもそうですもんね、こういう手のやり方とかね、うん、はいはい、この襟みたいな ね手と目と、ね、っていう意味ではなんかアジアってつながってるので、まあ、いろいろこれ海内、海内さんにいいんじゃないですか、ね、はいはい、海内プラスなんとかで忍ぶどうなんですか、なんでいやだからダンサーとしてですね。あ、わかった。今プランがあったわけ。俺もだからミュージシャンはほら3人いるでしょ、はいはいはい、で俺が後ろで DJ でこんなタクとかこんなのつけて語り合って、はいはい、いいね、かき合わせ1809とかやって、でこっちでダンスするやつ、あ、いい、あれみたいの、なんか今流行りのグループみたいな、おダンサー付きで、ダンサー付きですごい、そういうのやりたかったんですね、うん、やりたかった、ここにいましたよ、はい、卵がやりましょう。何がいいかな。何がいいかな。じゃあまたこれはまたいろいろ考えながら、はい、はい、しのぶさんね、しのぶさん ね、あの面白いんですよこの人ね、このコスチュームとね、はい、時々ほらなんかパーティーがあった時にメガネやらなくてヘアアップしてドレスアップする時全然はぁってぐらいすごいなんか綺麗なんですよ。化けるんだ、うん、あ、そう、あ、そうですね、化けますよ。前のダンスイベントの時にちょうどなんかアラフォーかなんか、ね、あ、そうです、ダンスイベントでね、はい、あの某有名なね、はい、あの沖縄誰でも知ってる方もね、はい、その時はその方のカラーを消して、うん、某有名なダンスの方出てました。あ、まあ三河健一郎ですね。三河健一郎さんね、そうそうそう、健一郎さんがあの一応、はい、いつもの格好じゃないんだけど、はい、でも砂川健一で砂川健一なんだけどやっぱりわかる。でもあのそのイベントのあって、はい、今ほらスースー先生とかももうすごい有名になってるけど、はい、頑張ってますね、はい、そのダンスイベントの中でみんなそれぞれがアクターズ出身だったりとかね、してるメンバーそうですね、はい、あのいろいろほら映像使ってやったじゃないですか。あ、そうです。私ちょっと忍さんが一人で踊ってるのがあって、うん、その時に雨に歌えばやったでしょ。そうです、はい、はい、じゃあスリーになってるみたいな傘持って、はい、あれやったんですよ映像と、うん、なんかなみんなでもあれ評判良かったの分かりますよね。あ、ちょっとお芝居仕立てな、私はすごく踊りが踊れるわけじゃないので、演技力っていうのかな、はいはい、あ、じゃあまさにまさに物語みたいな、ちょっとなんか涙出てきて、だからみんな、はい、そのあの忍のあのあれ、はい、あのダンスすごい良かったって言って、はい、だから、はい、あのダンスのテクニックじゃなくてこの表現力ですごいなんかそれだけです、それだけです。今一生懸命売り込んでるからさ、ありがとう。じゃあいつか近々なんか東芽さんと何かやるかな。だから全然今ネタが置いては子にしたがやしかないから、もう DJ 劇岡野一本松、もう全てはあの場面に凝縮させて、置いては子にしてがえ、そうそうそう、いいじゃん、そこからまた変身していく。でもあのセリフ自体は岡野一本松のテーマでもあるからね。まあ、そうですね、ね、ね、でもあるから、ね、あれって、ね、あの簡単なようだけど、しのぶ簡単だようだけど、みんながわかるから、はい、逆に言えば難しいでもあるんだよね、簡単だからじゃなくて、うん、ね、逆にほら間違えられないセリフですよね、うん、あれ飛んでしまうとさ、うん、後がないからさ、ね、そう、俺出てこれねえし、その後で。そう、そう、以前あったから実際本当にあったから以前え、うん、
以前あの置いては横に従い置いて横に従いって言って相手が言う前にへあのこう吐けた方いますからでその時に主役の方たちが、まあ、ちょっとね違う形で繋いだんだけど、それだけ短いからじゃなくて大事な役なんですよ。もう楽しみ私あのなんか透明吉明プレゼンツあ楽しみだな。じゃあ一緒に何か透明さんとできれば置いては子に従えの英語タイトルとかねまたなんか洋楽から引っ張ってきて似たのないかちょっとまたオトグラファーも今日あのちょっとね、うん、チラシはこんなかっこいいのにしてからちょっと、ね、これ何やるのと思ったら他の一本待つだったみたいな。いいですね、いいかもしれない、ね、いいですね。ねえ、今外でねまたいつも聞いてくれてるねてっちゃん聞いてるからね。あまたてっちゃんからあ聞いてます。あ翔子さん、しのぶさん、透明さんこんにちは。チケット欲しいてっちゃん。わかりました。はい、もうあの素晴らしい。てっちゃん決定ね。てっちゃんね、じゃあもう決定です、ね、決定。もうてっちゃんもありがたいよね。でもねてっちゃんすごいよね、情報がね、すごい。今度ね私ねぜひねあのぜひねこのスティールアーツにてっちゃん私ゲストをして、まあ、ぜひそうですね。ぜひてね、いつもこっちに来てくれるんだったら、ね、なんかてっちゃんてっちゃんっていつも言うから、うん、多分ほらラジオ聞いてる方はどんな人、そうですね、気になってるとは。大工哲弘さんですね。大工哲弘さん、そうそう、違いますよね。違う、びっくりした、そうそうって言っちゃったら、違う大工さんはザンパリ出てますよ。ザンパリ大工さん出てるけどね、てっちゃんもね、あのある方がね、ザンパのチラシ見てね、こうてっちゃんって言ったけど、いや、神里氏誰か言ってたよね、これてっちゃんも出てんのって言ったけど、いやいやこれ神里氏だけどって、ね、僕も現代劇のメイクして三振持って出る役の時、うん、大工哲郎に似てるなって言われたことあったけど、あー本当に、大工さんかっこいいもんね。かっこいいですよ、大工さん渋いして、ね、ちょっと大工さんに言っちゃったけど話がね、てっちゃんからこっちのてっちゃん、ね、今度てっちゃんぜひね、なんか噂によるとね、なんかあのライカムに住んでるって。ああ。そういう、それぐらいライカムに毎日いるから出没してるというね。出没してますよね。今度ぜひね、またてっちゃんゲストでね、はい、呼ぼうかなと思っておりますね。はい、まああとね、残りちょっとね、また8分ぐらいかななんですけど、はい、あのトメさん、はい、まあ今いろいろね、されてるんですけどね、ラストになんかいろいろとこれからやりたいこととか、そうですね、逆にほら、うん、あの島くつば運動とかいろいろなんかやってるんじゃないですか。そういったことに対しても何か私聞きたい、うん、あまあ今のなんだっけ、うん、DJ 岡野一本松もそうなんだけど、うんうんうん、っていうプランも含めて、はいはい、だからね、うちなぐちへのいざないって今回のも、はい、サブタイトルつけてますけども、はい、一応ほら島言葉の日とかも制定して、うん、県もね、一番島言葉こう押してますけども、はい、まあ、その一助になればいいなっていうのが一つでもあるし、だからセリフだけのものを今回やってるわけなんですよ、はい、ね、確かにみんなね、いろんな各市町村とかでいろいろ教室とかがあったりとかでやってはいるんですけども、うん、果たしてどんだけね、みんな喋るようになってるかなっていうのもありますし、うん、あとよ、一番考えるのはあれです。これ日本語の世界になるんですけど、はい、例えば今よく話で出てくる地名で、はい、普天間のことをアナウンサーが普天間ではって、あの普天間とか、これコナン高校も日屋根選手とか出てくるさね、はいはい、これさ、これ別に大和が言うからイーサーの分でいいんだけど、はい、これを僕らは普天間のこと普天間って分かるんだけど、若い人は普天間ってなっちゃう、あくっついちゃうと、ああうちさこの間普天間行ってきたよってなってくるわけだから、その前の部分はうちなうちなんだけど、はい、このイントネーションは大和のイントネーションを使ってしまう。これをこういう世代が増えてきて、うちの足場やるときにお姉ちの普天間かいいんじゃんってなるわけ。その危険性がある。だからイントネーションも日本語にするにしても沖縄の言葉に近いイントネーション直すべきだはず。なるほど、イントネーションもっていうことですね。県外の方だったらどうしてもね、それだけどうちなんとか多いじゃないですか、チャタンとかね、そうそうそう、そんなのも直した方がいいですね、今のうちに。チラさんとか来てる、チラさん、チラさん、そうだ、これは今は分かる世代だけだけど、分からない人たちはこれがもう当たり前になっちゃう、そうか、アナウンサーがそうやって言うことで、でもそれが普通にってことですよね。大和の、ね、アナウンサーが言うのはしょうがないんだけど、ローカルの人なんかもはっきり言えるけど名前間違うアナウンサーもいるから、でアナウンサーの人たちってルールで決めちゃうから、普天間って平板に言っちゃえば多分みんなに平板で言ってくれるんだけど、そういう見解がなくて、某大御所の直彦さんなんかの時は、前の世代の時は NHK とかも全部集まって沖縄の地名とか人名をどの抑揚で読むかっていうのをなんか話し合いというか会議とかもして研究したらしいんですよね、初期の頃は。今それがないのか、先輩に聞かないのか、この若いアナウンサーたちが。平板は平板、上がるのは上がるとかっていうのはやった方がいいなと思って。これ訴えよ、もっと訴えよ、訴えよ。簡単だと思うけど、普天間っていうだけだから別に。ね、
でもそういった見解というかみんな合わせましょうというのはこの沖縄のローカルのアナウンサーだけでもぜひ勉強会を開いてもらって、そうそう、ね、これ沖縄のローカルのね、あのアナウンサーの話じゃないですか、どちらかというと、ね、そこで、まあ、見解、統一見解というのが必要かもしれませんね。要はこういう、ね、あの表にこう出てる方たちが ね、そうですね、そこは大切ですね、確かに言われてみたら。なんか島言葉運動とかするけど考えたらそこ考えたことなかったんですよ、これ普天間じゃなくて普天間にするだけだから、そんな難しくない、全然チャタン、チャタン、ちょうどね、あの観光の方たちもいるんだけどね、チャタンじゃないよね、ね、チャタンですから、ゴーヤーじゃないですよ、ゴーヤーですからみたいな感じですよね。そっか、でも実際最近あるあのなんか言葉はとっても綺麗なんだけど、うちのアンジュだよね、名前見てって思うけど、うん、であるもうこれって名前出せないけどさ、うん、有名な、うん、この方もうちのアンジュなんだけどさ、いろいろこうまあね、やってる方よ、はい、でちょっとがっかりしたことがあって、今一生懸命その方も沖縄のことをやろうとしてる方がいらっしゃるんだけどさ、はい、その中でね、色の黒い、はい、ある方を見てね、はい、サータアンダギーみたいって言ったんですサータアンダギーとってもがっくりして、うん、はぁって、まあ、長いことね、はい、その方は本土のにいらしたんだけども、でも沖縄のものを作るんだったら、はい、サータアンダギーじゃないと思うこれ、ミヤコじゃないよねまあ、それはそれでも OK だけど、ミヤコだったらもしね、ミヤコじゃないよ、ミヤコじゃない、ミヤコっぽい、ミヤコっぽいです、ミヤコだったら、もう先生が言うんだったら全然 OK よ、そうそうそう、じゃない人だからさじゃない人か、だから今、実際そうそう、私も気づかなかったトームが今言ってるの、ああ、でもなんかすごい納得しました、私も、そういうのって、はい、ネットの普及とかで、はい、文字情報で見ると、はい、普天間なのか普天間なのかわからない、そうですね、だからこうやってラジオとかテレビとか声のメディア、また僕らがやってる舞台、生の声が出るものの大事さが、そういううちな口やるときにも役立つんだはずなと思って、うちらも気をつけよう言われたらなんかね、ドキンとしますよね、はい、何気なくさ、怖いのはそれ言ってしまったときに、でも私さ、昔さ、身内に注意されたことある、何がですか、身内っていうか子供に、なんて、何気なく普通に喋ったらね、今お母さんチャタンって言ったよねって言われたことある、言ってたみたいな形で、多分無意識にいろんな人話した時に自分が言ってたんだよね、逆にそう言われたら、あ、そっか、ごめんごめんごめんって言うけど、言われないと怖いのが分からないから、今トメさん言ったみたいにそれがもう普通になってしまうと、確かに怖いのはありますね、だからすごく気がつくっていうのはまだね、あーってなるからいいですね、ですね、それが何が違うのかが本当に分からなかった、っていうのがあります。なるほど、じゃあこれをでこれから訴えて、はいね、音で聞けと、文字だけじゃないで、ああそういうことです、ね、だって文字で音で慣れないといけないもんね、勉強とか慣れないといけないもんね、慣れる、そういうので、ね、やっぱり一番、ね、いい皆さん慣れるには、はい、東名義明さんがぜひ、はい、この今度の今度の日曜日、はい、9月6日夜7時から開演です、沖縄市立芸能館、ぜひ、これ問い合わせをどうすればいいですか、問い合わせですか、いいです、はい、これで事務局で、事務局の携帯電話で、事務局というの携帯電話、はい、080-2795-8211 080-2795-8211、そのままトーメさんにつながります秘書は取りますから、はい、ということですね、今日のね、スティーラーステーション、もうこれ、私の中では誰が何と言うと沖縄の10選はい、トーメヨシヤキさん、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、またね、はい、見に行こうね、近づくほど遠くなってく、退屈すれば長く、充実すれば短い、だからじっくり味わおうよ、幸せの時間。